皆さん、こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今回は、枕草子の草の庵事件をご紹介します。清少納言の凄さがわかるエピソードとなっていますので、ぜひ最後までご覧ください。当の中将が、私の悪口を言っていた。本当のことだったら仕方がないけれど、根も葉もないデタラメな噂なのに、それを頭から信じている様子だ。どうしてあんなものを一人前扱いして、褒めたりしたのだろう、とか、ひどいことを天井で言っているらしい。立派な人なので、正直困ってはいるものの、そのうち思い直してくれるだろうと、笑って流していたが。先日、黒戸の前で、私の声が聞こえたはずなのに、袖で顔を塞いで、こちらを見向きもせず、気づかないふりをした。私のことを、ずいぶん悪く思っている様子だが、こちらから釈明するのもどうかと思うので、とりあえず放っておくことにした。2月の終わり頃、宮中の物意味で、天井の間で待機することになった。その日は、土砂降りで何もできず、退屈していると、同僚の女房が、当の中将殿が、先ほど、いつまでも無視するだけだと、どうも物足りないから、何か一つ、言ってやろうか、っておっしゃっていましたよ。と、言ってきた。私は、あら、そう、と答えながら、特に気にせず、一日中、自分の局に下がっていた。夜になって、中宮様のお前にお伺いしたら、中宮様は、もうお休みになられた後だったので、せっかく来たのに残念だわと思って、いろりのそばに座っていると、女房たちが集まってきたので、雑談会になった。しばらくすると、よく通る声で、私に対して取り次ぎを頼む者が現れた。おかしいわ。まだ参上したばかりなのに、と思い、使いの者を行かせると、来たのはどの森塚さで、人捨てではなく、直接申し上げたいことがあると言っているらしい。言ってみると、これは、当の中将殿からのお手紙です。すぐにお返事をくださいと言ってきた。私を気に入らないはずなのに、なんでまた手紙なんかを、と思いつつ、まあ、今急いで見るほどのものでもないかと思い、用件はわかりましたのでお帰りください。しばらくしてから返事を書きますから、と言って、手紙を懐に入れて、奥に下がった。女房たちの雑談会に戻ると、すぐに、先ほどの使いが引き返してきて、当の中将殿が、お返事をいただけないのなら、手紙をお返しいただきたいとのことなので、早くお返事をお願いしますという。どうもおかしい。よこした手紙を取り返すなんて、これではまるで、伊予の物語ではないか。読んでみると、中身は期待していたような、絶交しましょう、という話ではなく、青い薄用の紙に、見事な字で、乱世の花の時の緊張のもと、と書いてあって、これの、下の句は、ぜひ返事を、とあった。一体、どのような返事をすべきだろうか。中宮様が起きていらっしゃればご相談できるのだけれど、この下の句を、いかにも知っていますという顔をして、下手くそな感じで書くわけにもいかないだろうし、と迷っていると、さらに返事を催促してきたので、とりあえず、その紙に、いろりから取った消え墨で、草の庵を誰か尋ねむ、と書きつけて渡した。それっきり、向こうから返事が来る様子はなかった。翌朝、つぼねに降りると、ここに、草の庵というものはおらぬか?と、源中将の、芝居がかったような声が聞こえてきた。おかしいですね。草の庵なんて、みすぼらしい名前のものは、ここにはいませんよ。玉のうてなとお呼びでしたら、お返事もしましたが、と答えたら、やれやれ助かった。つぼねにいなかったら、中宮様の御座所まで探しに行くところだった、と言って、昨夜の経緯を話し始めた。当の中将の隣どころに、6位までの連中が集まって、昔のものから新しいものまで、いろいろ噂話をしていたら、当の中将が、あなたのことを、きっぱり絶交してみたものの、なぜか気になってしまう。でも、向こうから何か言ってくるのではないかと待っても、ちっとも気にしてない様子に、非常に腹が立つから、良い女か悪い女か、今晩見極めてやろう、と言い出して、みんなで相談して手紙を書いて、戸の森塚さに届けさせたのだが、
戻ってきたら、赤で見ると言って、奥に引っ込んでしまったと言ってきた。当の中将が、強引に手でも何でも捕まえて、有無を言わせず返事をもらってこい、ダメなら手紙を返してもらってこい、と言い、激しい雨の中に、もう一度使いに行かせたら、今度は、すぐに帰ってきてこれですと差し出したのはあの手紙だった。なんだ、返してきたのかと、手紙を見たら、急に大声を上げたので、どうしたのだと、みんなが集まってきて手紙を覗き込んだ。当の中将が、大したやつだ。これでは、無視するのは難しい、と言って、この歌に髪の句をつけて返そう。源中将、何かつけてみよう、などと、それから夜が更けるまで、みんなで髪の句を考えたけれど、結局諦めて投げ出してしまい、この話は将来語り草になるに違いない、という結論になった。とか、聞いているこちらがとても恥ずかしくなるような大げさなことを言って、今後は、あなたを、草のいおり、と呼ぶことになりましたと、言いながら帰ろうとするので、そんなみっともない名前が、後世にまで伝えられたらたまったもんじゃありません、と返すのだった。その後、首里式の立花頼光が、大変喜ばしいことを報告するために参上しました、と言ってやってきたので、何かお役職を拝命されたのでしょうか?と聞くと、いやいや違いますよ。昨夜、心から嬉しいことがありましたので、少しでも早くあなたにお伝えしたくて来たのです。これほど、面目の立つことがありましょうか?と言って、先ほどの源中将と、同じことを話し出した。当の中将が、返事の次第では、今後一切相手にしないことにする、そういう人間がいたとも思うまい。とおっしゃるので、みんなで、ありったけの知恵を絞って考えて手紙を書いたのです。でも、もしケチをつけられるような返事だったら、兄貴分である私にとっては不面目なので。最初、使いが手ぶらで戻ってきた時は、実はほっとしたのですが、二度目は、返事を持って帰ってきたので、胸が潰れるほど心配でした。ところが、その返事の出来栄えに、居合わせたみんなは、感嘆し、褒めたたえたのです。私も、内心では嬉しくてたまらなかったけれど、立場上黙っていると、お前に意見を言えとか、理解しろとか言うつもりはない。ただ、当人には話してやれよ。と言われてしまいました。あなたの兄貴分としては、若干、情けない見くびられようでした。その後、みんなで髪の句をつけようと頑張ったのですが、なかなかつけられず。しまいに、変化をつけて、こんなものかと言われたら、かえって情けなくないか?と夜中まで話し合っていたのですが、これは、私にとってもあなたにとっても、誇らしいことではありませんか?これに比べれば、多少良い役職に就くかどうかなんて、大したことではありません。それにしても、大勢の人々が集まって、相談した末の手紙だったなんて、全く知らずに下手なこと書いていたら、とんだ赤恥を書くところだったと、改めて胸が潰れるような思いだった。ちなみに、この、兄、妹というのは、帝に至るまでみんなが知っていることで、天上の間でも、官位の代わりに、兄と呼ばれていた。さらに、その後、中宮様からすぐ来るように、とのことなので参上すると、帝から聞いたのですが、天上の人たちは、皆、あのやりとりを、扇に書きつけて持ち歩いているのだそうです。とおっしゃられたので、我ながら、なんと大胆なことをしてしまったと呆れる思いで、あの時、一体何が私にあの句を書かせたのかと思うのだった。このことがあってからは、当の中将も、私に対する態度を改めたようだった。いかがでしたでしょうか。清少納言が見事に切り返す、スカッとする話です。この手紙の質問は、答えられなければ、教養がないということになり、足山の雨の、草庵の中とそのまま答えても、監視の知識をひけらかす結果となって、印象が悪くなるというトラップが仕掛けられていたので、清少納言は、あえて若で、しかも、この監視が取られている、和漢漏洩集の選者の藤原の金刀が、以前、出題したことのある、レンガの下の句で返し、逆に、相手に上の句を求める形で、返り討ちにしたのでした。同時に、
紙のセンスや筆跡にもケチがつかないように手紙の余白に消し墨で書いたのです。男たちはこの見事な切り返しに感嘆、称賛し、誰かに伝えようと扇に書きつけました。実はこうしたやり取りの成功失敗は中宮天使のサロンの顧客に関わる話であり、清少納言の看板女房としての資質と価値が問われる話でもあったのです。ここで清少納言は見事に中宮天使のサロンと看板女房の面目を保ちました。だから帝もわざわざ中宮天使に報告に出向いて一緒に喜んだんです。従いまして、このエピソードは自慢話というよりは重責を果たした安堵の喜びと見るべきではないでしょうか。さりげなく、いらっしゃれば相談できたのにと中宮天使をにっこりさせそうな一文も見事です。このチャンネルでは歴史伝統文化とそれに基づく日本人の精神性をご紹介しています。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。